はい、どうも、僕監督です。前回ね、ディビジョン6で、残り3節となりました。あと1勝1敗、1分けで一応昇格圏内に入ることができます。ちゃっちゃとね、このディビジョン6片付けたいと思います。で、まずディビジョン5へ行きましょう。なんかね、時間帯によってね、全然強い人と弱い人ってすごい分かれてるよね、これ。不思議。ディビジョン、同じディビジョン6でも、レーティングがすごい高い人がいたりとか、と思いきや400台の人がいたりとか、時間帯、日にちや曜日ですね。によって、結構バラバラですね。できたらね、自分よりちょっと弱い人とやりたいですけど、そこはね、もう、ワンオンは言ってられないですよ。なかなかね、最終的に勝てたらね、それはいいんですけど。で、今回チームは、レイブのチームか。フォーメーションが、なんだ ?4?なんだったっけ、忘れちゃったな。なんかクリスマスツリー型みたいなフォーメーション。サイドの選手がいないからね、ちょっと微妙なんですけど。あ、対戦ないよ。やっぱりなかなかね、この時にディビジョン6限定でいくとね、やっぱりね、もう人がね、どんどん離れちゃってるからね。ウィーレ2015もちょっと人が離れちゃって、だいたいね、もうこの時期になってきたらね、ユーザーがなかなかいないんですね。で、2014の時とかは結構このディビジョンとか指定してもね、バッとちゃんとしたとこと当たんなかったんですけど、今回かなりきっちりしますよね。ディビジョン6って限定したらもうディビジョン6しか当たらないですよ。ほら、大久保だ。OK。わかんない。皆さんこんばんは。本日のマッチはベンフィカ対シャルケ、ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、前半見ていきましょう。ベンフィカ対シャルケ、さあ七海さん、気になる選手はいらっしゃいますか？エジーでしょうね。はい、相手ディフェンダーを無力にするラストパスは絶品ですね。そうですね。そのパスはキレがあり、タイミングもよく、味方を思いやる超一流のパスですよ。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。マルキージオ、本当に中盤の攻防っていうのは激しいですね。そうですね。お互い自由な時間とスペースを与えてないですからね。はい、表クリスティアーノ・ロナウド持った、前線へ出す、
肩を走らせる。抜けてくる。これを打てるか。
やいいプレーですね。中盤に守ろうっていう意識を浸透してますよね。ボールを離しません。ロンベンスペースへのボールだと思うんですけども、狙いはいいんですよね。相手にとっては怖い攻撃ですよね。クリスティアーノ・ロナウド、裏に味方を走らせる。ロッペン、この辺です。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。七海さん、前半振り返っていかがでしょう。お互い攻め切れてませんから ね、 そうですね。システムや交代などベンチワークがポイントになりそうですね、はい、なるほど。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。流れを止めます。クリスティアーノ・ロナウド、ボールが抜ける。ゲームは終盤、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。未だ両チームに得点はありません。抜けてくる。ちょっと見せる、分かんないよこれ。見て。さあシュートか。キーパーってるし。エリア内だったんですけどね、シュートコースがなかったんでしょうかね、うん、さあルイス・スアーレス、後半21分です。すぐすぐここにメッシー抜ける。抜けますね、スアーレス。いやーキーパーの1対1でしたけどね、狙いしましたんですが報われません。冷静にキーパーを見ていましたけど、ちょっと最後うまく足に当たりませんでしたね。
する。何じゃんこれ。メッシに渡る。メッシのシュート。こぼれる。ナイスブロックでしたね。一瞬決まったかと思ったんですけどね。これ来ましたね。さあどうだ。さあ抜けてきた。ゴールに向かっていく。ゴール。この土壇場で試合が動きます。こうやってましたね。クールにコントロール、ふわっと浮かしてゴールを決めた。冷静にこういった。ゴール！シャルケ、ここで追いつくことに成功しました。入りましたね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。パスのタイミングや受け方やシュート、これもどれを取ってもどうしようもないですよね。後半32分を回りました。両チーム一歩も譲らないという試合展開、当然ではありますが、いつ試合が動いてもおかしくない状況です。やばい、連携だよ、これは。裏に味方を走らせる。メッシ。見事でした。さあフラッグは上がっていません。オフサイドかと思いますし、いや、ありませんね。ちっちゃい、これまだ分からないですよね。こういう時間帯は何か起こる可能性がありますからね。ディマリアに渡る。自分で行く。シュートレンジです。メッシゴール。ゲームをひっくり返します。あーもう大変これ。メッシ直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ゴールするんだって気持ちですよね、はい、少しでも確率高めるためにボールつないまで積極的に運んでいきましたよね。そうですね、すごいやん、これは。シャルケ、さあ逆転しました。時間はもう残りわずか。この難しい時間帯で一瞬の隙を見逃しませんでしたよね。メッシ、もうアディショナルタイムに突入。さあ、あとは時間が過ぎるのを待つだけです。シャルケ、時間がないですから、どんどんプレッシャーをかけないといけないですよ。笛です。2対1、シャルケ逆転で撃破。七海さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。本当に試合はお客さんたまらないでしょうね。久しぶりにドキドキした試合展開でしたね。なるほど。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は七海ひろしさんをお招きしてお送りいたしました。七海さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。シャルケ、見事逆転勝利。なんとか思い中で勝利することができました。それではハイライトから移動しようか。勝った時しか見ないと言われている伝説のハイライトです。これね、PK でもおかしくなかったはずなんですけど、入ったと思ったんだけど、割とあの距離いくいろ決めるよね、絶対。はい、これもよく外れましたよ。結構重たかったからね、なんていうんだろう、これね結構本当重たかったから、パスミスとかすごかったんです。感想もね、うまくかな、取れました。これ前に4つ、これね、相手の意表をついた。多分ね、メッシの方に来るだろうと思ったと思うんですけど、ね、うちはメッシじゃないんですよ。10番ゲッツェなんで、ね、昨年はあまり活躍しなかったみたいですけどね、ゲッツェ。
で、このメッシの金策のドリブルから、はい、これが全てです。最近采配がピタリと当たります。やっぱりね、今年のバロンドール最有力候補は違いますよ。いいね。はい、これでレートも591までありました。また600台見えてきましたよ。ジャイアントキリング編とかやってる間にすごい落としましたからね、あのレート。あの期間のチームの衰退具合はひどいものでした。はい、そうですね。あとこれで一勝、一勝じゃない、一分けか。もうあと勝ち点1です。はい、ディビジョン5に殴り込みまで勝ち点あと1獲得しましょう。それではね、皆さん見ていただきまして、ありがとうございました。また次も見てください。僕監督でした。